駅名標と昭和タクシーの看板と対象製薬のリポビタン D が設置している自販機構内日光街道の起点にある地蔵にちなんだイラストの描かれた駅名標周辺平成駅は熊本県熊本市中央区平成2丁目にある九州旅客鉄道法被本線の駅である相対式ホーム2面2線を有する地上駅互いのホームは古線橋で連絡している 開業当初は短式ホーム一面一線のみを有し列車交換が不可能だったが法肥本線電化に伴い1999年に列車交換設備が増設された。開業当初は無人駅で駅舎も存在しなかったが後に簡易駅舎が設置された。当駅は立教下の踏切や土地に建設されたため駅施設は道路の下にある。駅舎は南側にあるが 立橋から駅前に降りる階段が設けられていることや、すぐ西側に踏切があることから、北側からも容易に利用できる。開業以来無人駅であったが、2006年より有人駅となっている。JR 九州サービスサポートが駅業務を行う業務委託駅でマルスはないが、ポス端末が設置されている。近距離切符の自動券売機が設置されている。 2015年度までは、熊本市統計所による、2016年度分からは、JR 九州のサイトで公表されている、乗車人員数データに基づく。2019年度の1日平均乗車人員は1,199人で、ある。駅周辺には、下記のバス停留所があるが、いずれの停留所も、駅から離れた距離にある。ありがとうございます。